は、今日からスタートしていきます。今年4月、仙台市太白区の坪沼地区に開校したロリポップ小学校。これがですね、もともとの学校に通いづらくなった児童のための特別な教育課程を持つ不登校特例校です。仙台市では初の開校です。生まれも育ちも坪沼校でございます。業務員の加藤と申します。日にありますね。加藤ちゃんと呼んでいただけるお茶目な挨拶を披露した加藤和彦さん74歳、坪沼地区の町内会長です。大好きなんですよ、子供とね、遊んだりするのが大好きなんです。学校職員として働くのは週に一度。草刈りをはじめ、樹木の剪定や校舎の清掃など、仕事は多岐にわたります。学校と地域の橋渡しをしたいと募集に手を挙げました。子供たちの畑だとか田んぼの田植えだとか、なんか困った時に地域にお願いして頼むっていうような、この橋渡し的な役割のために、まあ入ったっていうかね。ロリポップ小学校は2015年に閉校した旧坪沼小学校の廃校舎を利用しています。坪沼で生まれ育った加藤さんは今から60年以上前の卒業生。その頃の校舎はまだ木造でした。職員室、校長室、音楽室であったんですね。昔を懐かしみながらアルバムをめくる加藤さん。木造校舎の隣にあったはずのある建物を探していました。あ、これですよ。ここですよ。ここですよ。これが両親が住んだところ、私が生まれたところがこれです。旧坪沼小で教師として働いていた加藤さんの両親は、木造校舎のすぐ近くにあった宿舎で暮らしていました。その時に母親が敷地内の宿舎で出産し、加藤さんは生まれました。この辺りかな。この辺りがいわゆる宿舎。そこで私の姉4人と私が生まれたんでね、ここで。だからここはもう私の生まれたところなんですよ。はい。もう思い出はもうここに立つともうよみがえりますね。その学校の前のあれで船を釣ったり、あれからその天金山っていうんですけども、そこで竹すきをしたり、まあ思い出は尽きないです。小さい頃の思いが本当によみがえりますね。加藤さんにとって自分が生まれたこの学校は特別な場所です。昔のその私のね、その思い、生まれた時からずっとこの学校に対する思い、そのままの延長みたいな感じですね。両手で頑張れ。猫の手だな、これは。この日、坪沼地区の住民が10人以上集まり、竹明かりを作るワークショップを開きました。はい、あと2個だな。はい、はい、そこだね。はい、はい、何でも穴を開けるのうまいの。まもなく開催される
ホタルを鑑賞する地域の催しに飾るためです。加藤さんの発案でした。始まったらもう徹底的にやりますから、徹底的にやる。思い思いに穴を開けた竹明かりが完成すると、子どもたちは満足げな表情を浮かべました。最初は怖かったけど、地道にやってるとめっちゃ楽しくなりました。みんなに綺麗だなってもらいたいです。ホタルと合わさってとても綺麗に多くの人に見てほしいです。みんなに言われるんですよ。いや、子供の声が聞こえるのが本当嬉しいって言ってくれるんですよ。みんなで協力しながら学校を盛り上げようという方々がいっぱいおります。子どもの声が一番ですよ。そしておととい、竹明かりは会場となった神社の階段を優しく照らしました。ホタルも例年通り坪沼の自然を飛び回り、光のショーが繰り広げられました。ホタル止まっちゃった。あらら、かわいい。待っちゃった。なんかめっちゃ警戒してるんだけど。催しにはロリポップ小学校の子どもたちの姿も。星みたいで綺麗で可愛くて、好きになりました。催しは多くの人を楽しませ幕を閉じました。地域の仲間たちとともに準備をしてきた加藤さんも安心した表情です。全員親と一緒に来てました、今日。はい、嬉しかったですね。やっぱりね、子どもたちが喜ぶからね。ここでなんか見たことない人たちだからね、本当に私も嬉しいです。学校と地域との橋渡しのために学校職員になった加藤さん。これからも坪沼の子どもたちを大切にしていきたいと思っています。